はい、どうも秀樹です、今回はですね、4デートリップなんですけど、4デートリップ1日目がですね、5レグあるんですよ。その5レグの続きをお聞きしたいと思います。長いフライトを5本するというわけではなく、そうしてしまうと1日で働ける時間を超えてしまう可能性があるので、短いフライトを5本するという形です。フライトはですね、スムーズで天気も良くて、久しぶりに、久しぶりっていうか過去2日間200を飛んでたんですけども、今日は全部700のトリップで初めてオレンジカウンティーに、ランニングしたんですけども、全てうまくいきました。スムーズにランニングできたと思います。で、今からサンフランシスコに戻りたいと思います。フランシスコに帰ってきました。まさかのですね、ランディングがまたもやスムーズでした。キャプテンにもどうしたか、普通にいつもランディングスムーズなんかって言われたんですけど、いや、いつもはハードランディングしてると。はい、まあ次レディーに行ってきます。はい、ただいまサンフラに来ました。あともう1本1時間後にレディングに行って、今日は終わりです。何も問題なく最後まで行きたいと思います。次最後の1本ですね。長い。はい、お疲れ様です、今ただいまホテルに着きました、もう最後のレグはですね、もうめちゃくちゃ疲れて、もうキャプテンとももう超疲れたなと。なので最後しっかりフォーカスして、SOP をフォローして、SOP っていうのは会社のマニュアルのことなんですけども、マニュアルをしっかりフォローして、ミスがなるべくないように飛ぼうということで、短い30分ほどのフライトでしただったんですけども、何もなくレディに着くことができました。で、レディに着いてからですね、そのセンター、管制官の方に、キャンセルしたいというふうに頼んだんですけども、ちょっと電波が悪くて、繋がらなかったので、プライベートで、習った方はいると思うんですけども、そうですね、VOR の、フリクエンシーを入れて、それで聞いて、で、レディをですね、フライサービスステーションのレディの周波数を入れて、そこで話すということをして、IFR をキャンセルしました。で、ホテルにはですね、12時前に着いて、今お風呂上がったところですね。で、感想でしたね。もうめちゃくちゃ疲れました。もう要するにほぼ12時間ぐらいですかね。12時間近く、働いてたんですけども、フライト時間的には5時間、6時間いかないぐらいです。ですけども、やっぱりそうですね。いや、めっちゃ疲れました。超疲れた。で、やっぱり個人的にはやっぱこの5本、いくら短いレグ、短いフライト3本とはいえ、やっぱ5回するとやっぱ回数的に疲れますね。チェックリストも5回やる、全部一通り5回やりますし、外回りも5回しますし、客室乗務員の方がすれば、お客さんのそうですね、ボーディング、乗り降り、これを5回するということなので、
っぱり疲れるんじゃないかなと思います。やっぱ個人的にはやっぱ長いフライト3本の方が楽かもしれないですね。5本はなんか気持ち的にすごい大変でした。そうですね、まあ、こんな感じに1日5本、まあ、最高6本あるらしいんですけども、自分は6本は長いです。めったにない。そうですね、5本を、まあ、初めて飛んでみたんですけども、どうだったでしょうか。まあこんな感じに、1日5本飛んで、まあ、ずっとそうですね、同じ空港行ったり来たりと、まあ、時に違う空港に行ったり来たりもするんですけども、こんな感じでございます。動画が良ければ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。